チャロブラ。ナマステムリー。どうもチャロブラザーズ翔吾です。はい、どうも画面側のグッチです。はい、今ここどこですか。今はダイヤパークっていうホテルのロビーにいます。皆さん、針治療ってご存知ですか。グッチ行ったことある。俺あるよ、昔。あ、マジで。はい、俺も結構定期的に体のメンテナンスがて行ってるんだけど、今回ね、なんちゃんにその針治療を受けさせてみて、まあ、どんな感じかっていうのを動画撮りたいなと思って。なるほど。ちなみにインドで針打てるとこなんてあるんですか。いや、なんかないみたいだよ。日本人がやってる鍼灸治療院って、うん、まあ、ここだけらしいんだよ。で、そのダイヤパークにある有明堂さんっていう、はいはいはい、そうそう、鍼灸治療院でなんちゃんをちょっと受けさせてあげたいなっていう。やっぱりチーフだからさ。なるほどね、まあ、いつも編集とかも疲れてるじゃん。そうね、遅くまでね、いつも編集してくれてるもんね。そうそうそう、だから彼にちょっとドッキリ的な感じで、今回はお風呂に行こうっていう。でいつものね。そうそう、まあダイヤパーク風呂があるから、うん、あの風呂に一緒に行くっていう体で、まあ、呼んどいて実は行かない。そうそうそう、実は行かなくて針治療行きます。なるほどね、はい、感じやってるんで。いや、なんかさ、前ランちゃんがさ、針治療怖いみたいなことをさ言ってた気がする。ああ、言ってた。ランちゃんこれからあの来るって言ってるんで、はいはい、ちょっと待ってみましょう。そうですね、はい、はい。うん、お疲れ。なんだよ。お疲れ。なんだよ。お疲れ。あれ、今日何しに来たの。何。いや、お風呂行くんじゃん。いや、今日撮影でしょ。今日撮影だよ。聞いてない、聞いてない。お風呂でしょ、今日。いや、撮影、撮影。今日は撮影で。何の撮影です。やだよ。もうやめてくれよ、そのお風呂の撮影でしょ。あ、違う。なんちゃんさ。何、ちょっと待って。違う。針治療ってこと。あー、もう絶対やだ。いやそんな嫌なやつ。やったことないし。いや、いつも言ってるのは知ってるけど、俺嫌だって言ってるじゃん、いつも怖いから。あの、今日有明堂さんにもあのね、ちょっとお願いして、あの、まあ、撮影のお願いして。そうそうだね、今日は撮ってる。お願いして、撮影撮ってる。そんなことしてんだ。いや、なんちゃんのためだから。いや、ほんとにもう普段ね、なんちゃんの肉体を酷使してるんで。待って、行きましょう、ちょっと早速。早速行こうよ。マジで行ってんの。うん、じゃあいつもの行くよ。はい、3、2、1、チャローチャローが。はい、着きましたよ。はい、来ました。見て、ここが、はい、有明堂さんです。有明堂鍼灸治療院です。いや、テンション下がりそうでしょ。めっちゃ低いやん、どうした。いやだわ。いや早速入って、あの針治療をね、あの受けに行きましょうよ。わかりました。はい、行きましょう。はい、はい、ということで、はい、マスター有明堂さんの手術室、こちらになります。はい、おお、行きましょう。行きましょう。ほら見て、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。綺麗だわ。でしょ。でしょ。めっちゃ綺麗。普通にインドじゃないみたいな。そうだろ。え、今日ここでやるの。そうで、ここで、あの、まあ、手術受ける服に着替えてもらって、で、あの、針治療やってくれる人の人に。はい、いや、もう結構疲れてるからさ、もうこの木に、あの、ちょっと覚悟決めて。なんか、こっちでも慣れてる。え、そう、何、誰。いや、なんか、見たことある。誰。え、あれ、あれ、うるさい。え、すいません。ちょっと、すいません。あ、うざい。ジェンジロさん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 。あ、この、何してるんすか。何してるんすか。君は何してるんジェンジロさん。びっくりした。ジェンジロさんも来る。ジェンジロさんも来る。心理強い。確かに。有明堂さん。今、それ今来てるね。ね、そう。じゃあ、とりあえず、待ちましょうか。そうね。はい、はい。じゃあ、ロゴが。本日は中島さん、よろしくお願いします。有明堂鍼灸治療院の院長の中島です。よろしくお願いします。すいません、今回はご協力いただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。実際針ってどんなものを使ってどういう風に進めていくんですかね。はい、当院はこういった使い捨ての針を使っております。髪の毛ぐらいの細さなんですけれど、こんな感じ。うわ、細。全然見えない。すげえ。形
実際にあの針を刺されてもそんなに痛いとか、うん、注射のような感覚ではない、うん、ちょっと薄く、まあ、蚊に刺されると、うんうん、それをたくさんいろんなツボに、そうですね、人間の体には365節のツボがありますので、うん、蚊になるんですか。はい、でそこにツボに刺激をする針を打って刺激をするんですけど、当院はですね、こういったあの中医学療法といって、中医学は人間の体質は5つに分かれるというの考え方をしてまして、5種類のパターンであの体質チェックをして、それであのそれに沿って治療をしていきます。はい、こちらにあの呼吸がありますかね。はい、これがうち の, あの大座球っていって、あの、まあ、一般的にはあの千年球の、まあ、いわゆる原因なんですけれども、千年球ちょっと強い感じなんですけど、こういったものを使ったりとか、もぐさ、よもぎを乾かしたものですね、こういったものを直接あのシートの上に乗せて線香で火をつけてやっています。なるほど。針って皆さんイメージ的に体が痛くならないとこう打っちゃいけないみたいなこういうイメージなんですけど、まあ、こういうのは体質改善のために定期的にこうメンテナンスでいらっしゃってる方が多いです。じゃあ何着毛が終わったみたいな、じゃあ早速、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。おうということで、はい、振り方です。あんちゃん、これが衣装らしい、衣装らしいです。お願いします。はい、気持ちよそうだ。翔子はきっと話しかけてくれる、うん、多分童謡でも読んでくれる、うん、曇り歌を歌おうか寝るためにお願いしていいかな。ねんねんころりよもう痛かったよね、教えてください。痛かったよね、なんちゃう、はい、もう刺さった。はい、嘘、刺さってる、刺さってる、次行きます。痛くないでしょ。まあ、全然刺さってるかどうか、ちょっと今クッとした。痛い。いや、痛くはないですけど、どっちやねこれだと思われるよね。なんか刺すときなんか釘を打つみたいな感じで刺すんですね。確かにトントントンと中に入る感じですね。同時にやるんですね。台座があるので直接はすぐにつかないので火傷しないって言われてますけど、言われてますけど、言われてますけど、火傷した人はまずいないんですけど、私も知ってるから。ただ熱かったら遠慮なく言ってください。
っと焦ってます。うわ、まぶせ。次は何ですか。あ、え、腹にも刺す。マジですか。でも循環器見てから。先生、さっき手に針を刺しました。これはなんか理由が。ここは合谷というツボで、聞いたことないですか。はい、あ、でもなんかありますね。これ頭痛とか、眼精疲労とか、吐いたとか、肩こりとか、そういったのに一番よく効くと。大腸系のツボなんですけどね、大腸系。はい、神経のこれを見せる。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。あ、気持ちかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、気持ちかった。どうした。なんか顔色が良くなったんですよ。あ、確かに。なんか顔色が良くなった。あ、そうですか。うん、はい、ということで、終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ気持ちよかった。顔色めっちゃ良くなった。いや、ほんとね、あのね、顔がね、なんかポカポカしてるんだよね、ずっと。しかもなんか胸がすごい開くようになりました。胸がめっちゃ開くようになりました。なんか、わかんないですけど。めっちゃやっても全然効果あった。いや、すごいなんか、肩やっぱ凝ってたんですよね。最後に、ちょっと、ゆきさんの方に一言いただければ。はい、当院はですね、中学をベースで治療しているので、体質診断をまずカウンセリングをやって、神経マッサージコースをお勧めしています。75分コースなんですけど、あとですね、月曜日がレディースデーで、水曜日はメンズデーで、マッサージは全て半額になります。で、日中でですね、ヨガクラスをやってます。朝の10時からです。ぜひ見てご参加ください。あとお風呂が全てです。はい、ぜひ来てください。体ちょっと肩こりひどいなって人来ると絶対いいと思いますので、よろしくお願いします。はい、このチャンネル良かったなと思う人はぜひチャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。チャロー、バイバーイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。